はい、というわけで、ディズニーランドを出まして、バスに乗り、新浦安のホテルに来ました、ね。今の時期はちょっとお安くなってたりしますので、泊まるというのが最近はね、うちの子はまだ小さいので定番になっております。はい、こんな感じでラジェントっていうホテルですかね。はい、こんな感じでお安いホテルでした、ね、リーズナブルです、まあ、泊まりがだけのメインのところですね。じゃあ出してください。まず1個目、ダン、これ何、これ鉛筆、学校で使う、使えるやつ、 2B だから、キラキラじゃん、こういうキラキラ、はい、いいよ。じゃあ次は、また鉛筆、うん、消しゴムがついてる、これキャップで、あ、キャップか、ミッキーの、うん、いいんじゃない、うん、はい、こっちです。じゃあお菓子、お、これもついてるやつ、これはクッキー、クッキーだって、へえ、いろいろなんかできる、うん、クッキーか、はい、これがついてるやつね、はい、はい、じゃあ次どうぞ、見てください。こっちだと、こっちだ、はい、だん、お菓子、あ、パスタ、パスタ、あ、こういうミッキーの形してたりするんだ、これ、うん、これ気になるから食べてる、うん、ね、うん、いいじゃん、お家帰ったら食べな、お、ミッキーの方が形普通にしてるじゃん、普通ね、うん、美味しそうじゃん、ね、はい、最後だけど、最後、はい、どうぞ、でー、出ました、かわいいでしょ、かわいいやつね、はい、かわいい、かわいい、はい、はい、バッチだ、バッチになってんの、バッチになる、バッチぬいぐるみね、うん、そう、待ってね、オッケー、じゃあお姉ちゃんのもちょっと見せてもらおうかな、あとお姉ちゃんとママが出した、うん、いいよ、それ出した、そのまま、もう出しちゃっていいよ、ドーンって、それから行く、うん、大丈夫だよ、うん、大丈夫、これはあれだ、頑丈にできてるの、うんうん、はい、オッケー、はい、そしてこれだ、これも美女と野獣のバラのやつ、あ、本当だ、さっき、うん、ね、美女と野獣のやつ、うん、はい、そしてもう一個はこれですね、うん、ティーバッグのこれ、うん、はい、はい、じゃあ今度買いました、もーちゃんここ、うん、オッケー、はい、ということで朝になりました、ね、暗くて分かんなかったけど、こういう感じで、ね、ホテルとかマンションとかがいっぱいな浦安、新浦安でございます。ということでこれから、葛西臨海公園の水族館に行きます。ありがとうございました。ということで、ありがとうございました、チャンネル登録、そして高評価お願いします。そしてカウノチャンネルは毎日17時に新作動画をアップしているぜ、それでベルマークみたいなのがあるんだけども、それをやっておくとライブ配信もやってるから、いち早くチェックできるぜ。チャンネル登録お願いします。俺は100円ライターが一番好きだぜ、100円で買えるぬくもりが俺は好きだぜ、そいつで俺はタバコに火をつける。別の動画も見てね。